皆さん、本が好きですか私は本が好きです。よく本を読みます。本を読みます。本を読みました。本を読みますはまだ読んでいません。 これから読みます。本を読みました。読みましたはもう読みました。終わりました。本を読みます。スタート。本を読みました。 Finish. じゃあ、その間のアクションは本を読んでいます。本を読んでいます。みなさん、こんにちは。ことのなみです。今日は JLPT N5 の文献。e フォ r m プラス、いる、 を教えます。テフォームプラスいるは今していること。長いアクションを話します。私は本を読みます。ずっと読みます。長いアクションです。私は本を 読んでいます。私は本を読んでいます。もう一つ例文を見ましょう。今、午後1時です。とても天気がいいです。でも、今朝、雨が降りました。午前9時頃、雨が 降り始めました。スタートしました。そして午前11時ごろ雨が止みました。ストップしました。午前9時から午前11時まで雨が降りました。ずっと降りました。長く降りました。 雨が降っていました。じゃ、クイズです。テフォームプラスいますで答えてください。私は今、皆さんに日本語を 教えています教えていますですね皆さん、今日もことのビデオを見てくれてありがとうございますこれからも文法のビデオをたくさん作りますのでことのビデオを見て勉強してくださいまたことには日本語を勉強するためのいろいろなクラスがあります ぜひホームページをチェックしてくださいじゃあまた次のレッスンで会いましょうまたね